はい、ひなが生まれていますので、それの6月38歳なのね。うん、今日は29だ。1日前ですけどね。明日までに生まれなかったら、うん、レスキューだ。レスキュー、ポンポン。はい、ではパカパカパカ。うん、よよよよよ、あ見える顔が大丈夫ですか。頑張って。お、あ、出た出た。こっちも仕打ちが始まってる。いいね、いいですね。あ、うん、こいつもなんか、はい、頑張って。あ、くちばしだね。くちばしだ。みんなくちばしで割って中で動いて回っちゃうんじゃない。あ、そういうことか。うん、なんか卵の中でどうやって呼吸してるんですかみたいな質問が。ああ、うん、卵殻、卵の殻は空気は通すので、へ、うん、空気は中にあるんだと思う。卵殻がつぶつぶしてるのは何か関係が、なんか気候的な。あ、そうそう、気候があってツルツルしているのはまた別の。大丈夫大丈夫はない大丈夫はない。クチクラソウっていう、なんか何でできてるんでしょうね。ね、うん、さて、いきますか。そう、今こけるとね、うん、あの持ち直せない。うん、疲労困憊です。あら、かわいい。ピヨピヨ。なんか頭が薄い人です。頭が薄いってなんかそういうことじゃない。ちょっと別の頭のなんか羽毛の色が薄い人。そうね、うん、頭そうよ。あ、でもそんな質問ないかもしれない。そうだね、なってほしくないな。なんで人をつつく人が生まれるんだろうね。え、不思議だね。ね、あ、なんかすごいこの子下まつげがよく見えます。本当だ、ね、なんか珍しいパターンだ。キャリーパンピョンだ。珍しい。大体上のまつげがバッチリしてるんだけど。はい、ただいまの後はイソジンのうがいしようね、みんな。イソジン、私しばらくうがい薬としては使ってないです。これだけ。そう、ここにあるから使うけど。なんだっけ、ボビオン用量みたいな。あ、そうそう、ボビオン、ボビオン。あ、はい、48番。はい、うん、48番も生まれたんね。そうだね、まだでも少ないけどね。なんかおとなしいね。てか、本当に長くない？下まつげ長い。長いよね。かわいい。すごい、もうすごい、よくわかる。うん、あ、上も別に長いのか。毛ベタってしてるだけで全然薄くなかった、はい、美人さんでした。めちゃくちゃまつげ上がってる、羨ましい、ね、まつげパーマいらずですね。すごいな、なんか抜歯前みたい。え、抜歯、抜歯前で糸が出てる人いるね。あー、いいよ。あ、なんかね、なんだっけな、TikTok か YouTube か忘れたけど、うんうん、なんかこのムチムチした足だけをドアップで映す動画をくださいみたいなコメントは。すごい、足フェチの方からね、リクエストが、リクエストに答えてあげようか。でもなんか、なんか作り物みたい。ごめん、私の手が。いや、気持ちいいんだよね。あの、猫の肉球みたいな感じ。豚足やねんか。豚足じゃない。鳥足だ。さて、肝心の難しいやつ。ふかふか。ふかふかすぎて。どうしよう。見えない。あ、見えた。あれ、突起がある？ちょっと押さないとわかんない。わからない。
でもなんかオスっぽい感じがする。なんとまつげの長いオスだこと。ダチョウはみんな長いけど、この子はよりカールが強い。よいしょ。はい。じゃあ、はい、しかしながら君は32番の子供なんだよ。明日まで。はい。はい、こんにちは。首だけビヨーン。こんにちは、大丈夫ですか。グハーって。あ、目が開いた。かわいい。よいしょ。この子もなんか色がさ、薄めじゃない？なんでだろう、遺伝かしら。なんかこの割るのが痛そうっていうコメントがあったそうですけど、そんなに、ああ、くもちゃんがね、ああ、うん、くもちゃんの手が、うん、そんなに痛くない。マウスカラーはちょっと薄いね。ほんとだ、2ミリちょっとぐらいしか。厚くて3ミリだもんね。うん、はい、いいよ。そう、コロッとやって落としそうみたいなコメントがあった。ああ、それはでも、うん、よく気をつけています。落としたことはないです。一度もないよ。ね、落ちたらそのままね、バイバイ。落ちてももちろん救出はするんだけど、 なんかあまり元気がなさそう、なさげ。大丈夫、大丈夫かな。ちょっとベタベタして、よいしょ、よし。で、さあ49番だ。え、なんか疑惑が。この子はへその位置がすぐ分かる。うんうん、まだ乾いてないのかしら。そうですね。よ、あー、ごめん、首が座ってない。全然座ってないね。あ、重たいかも。あ、そうでもない。787、まだ軽い方。うん、やばいやつはね、1キロとかさ。そうね。900とかさ。今までの最高記録は1100いくつかな。軽めの卵そのままじゃん。そうそう。まだ生まれたばかりで体がウェッティです。ね、こう見てでもさ、すっごいな、ウェッティ。山嵐。ああ、でも濡れているということは体が冷えやすいということなので、手早く早急にやってあげましょう。部屋に戻しましょう。49番。なんかね、戻すのは暗くて狭いところがなんとかっていうのもありますが、今はね、まだ外部から刺激に慣れてないので。そう、明るくて広いところに放置する方がヒナにとっては怖いみたいですね。でも、もう野生下ではよくわかんないですね。あ、とんでもなく広い場所にこんにちはするじゃないですか。あ、でもまだこの段階だと親が温めてるんじゃないかな。あ、親の鼻の下にいるのかな。そうそうそう、まだ自分で歩けないときはね。よいしょ。巣穴のくぼみからみんな出ていかないとかあるの？でも歩き始めたら出てっちゃうんじゃないのかな。なんかね、サンゴ礁の外には出ていかないようにみたいな。あ、ちゃんと親鳥が言ってるのか、言って聞かせているんですかね。いいよ。なんかおとなしくない？なんかそう、みんな今日おとなしい。どうしちゃったの？ごめん、メスっぽい。ごめんね。はい。よ。はい、首が座りますように。ね、うん。座ってない状態で多分あの壁にグエってなってると、もうあのまま。ね。あ、でもひなしゃでちゃんとした姿勢になってれば戻るみたいですけどね。うん、ね、もうずっと上を向いて歩こうの人になっちゃうからさ、うん、前向きなのはいいことですけど。おー、お疲れ。こんな感じでね、卵の体のカーブにね。あ、うん、あら、すごい。頭をもたげて、綺麗に孵化したな。偉いね。
肌の破片もそんなにないね。うん、本当にパカッてなった感じだね。よいしょ、奥の人も、お、すごい、ここだけ本当に箸打ちの最初が奥の人だ。くちばしね、くちばしなのかな、爪なのか。多分くちばしだと思うけどね。なんかたまにさ、くちばしでもない足でもないとこから出てくるやついるけどさ、いるいる。あれきっとあれでしょ、あのさっき言ってたみたいに卵の中でくるくるって、そう、ぐるぐる回っちゃったよ。ありがとう。そうよ、あの粘点ボックスのあの狭さでさえ、ケツを抜けることができる。意外とね、意外と猫みたいにくるっと回れる。うん、みんな おとなしいな。おとなしい。大丈夫かしら。この人、人一倍、いや、ダチョウ一倍白いんですけど。本当だ。みんな白い、今回。同じ親だからね。32番。遺伝かな。遺伝だな。はい。あ、うん、こいつ泣いたぞ。泣いた？うん。808。ちょっと重い。うん。でも、平均ぐらいでいいですね。そう、ここのね、横の穴が耳なんですよ。皆さん。ダチョウって音に敏感なんですかね。なんかエミューは敏感だとかなんとか誰かさんが言ってましたよ。エミューも耳が見えるよね。見えるよ。人間みたいに耳たぶはないけどね。うん。耳たぶがある方がより音が拾えやすい。ああ、そうなんだ。いや、でも、すごい。さあ、君は50番だ。めちゃめちゃ目立つ。色が薄いとよりなんか耳が目立つ。首がなんか太いよ、どうしたの。空気が溜まっちゃったのか。たまに生まれるね、こういう首太くん。風船だ。多分空気が溜まってるんだと思うんですけど。よいしょ。はい、あ、いいね、元気元気。いいぞ、彼は抵抗中。またこの足のファンの人が喜びそうないい感じの柔らかい足ですね。でもちょっと色が白い。色白だね。今帰った人みんな。さっきまでオレンジ色だった。オレンジだった。オレンジっぽかったよ、あの前までの人。ああ、この人と違って。確かに。暴れる暴れる。よし。泣かないけど。うん、この子もまつげ上向きだ。やっぱり遺伝だね。じゃあ親がお目目パッチリなんですね。あ、みんなお目目パッチリなんだけど、その中でもひときわひときわこうグリーンってなってる。さあ、ケツを見せろ。生まれてすぐセクハラっていう。まあしょうがないです。多分オスだな。P、ごめんね。はい、はい、大丈夫です。ね、生まれてね、即日セクハラを受ける。うっ。ああ、ちょっと許してくれ。よいしょ。はい。いた。ごめん。ああ、ごめん、ね。お友達の方行こうか。まだ生まれてないけど。いや、きっと明日には。外から橋打ちしてやってくれ。疲れたみたいだね。よいしょ。こことそことそっちが足打ち。ローリングしてる。頑張れ頑張れ。はい。はい。はい、ということで足打ちの記録をして、うん、ヒナの解除でした。またねー。